こんにちは、豊さん、はい、今シーズン、うん、根尾投手がこの終盤に来て中日の上がってきて先発としてちょっとなんかこう、ね、水を得た魚のようには、まあ、なんかなかなかな、はい、上がってくるチャンスもなかったし、あ、根尾どうしたのかなって思ってたら、はい、うん、いいピッチャーになってんだ。そうですよね、うん、あの一時期ちょっとファームでの根尾投手もあの、ね、ピックアップしたことが動画であって、うん、その時は結構失点とか多かったり、うん、その球がばらついたりっていうのがあったのを動画で撮ったんですが、うん、いざ上がってきたら中盤やっぱモチベーションが違うんだろうな、ファームと。で、野手の時一軍経験してるじゃん、はい、だからなんとなくやっぱファームでは気運が上がらないというかさ、うん、まあ、そんな感じでやってたのかなって。でも一軍の水を得るとなんか生き生きしてたな、はい、あのどうですか、ピッチングフォームとかその投げっぷりとか変わってました？フォームっていうのはそんなに変わったような印象はないんだけど、考え方、うん、だから何でもかんでも早い球でブン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 いってた感じが、打ち取ってもいいんだよみたいな、うん、打ち取るよみたいな、はい、まあ、そういうピッチングもできるようになってるしさ、はい、だからそういうところではすごく成長を、まあ、感じたかな。そうですよね、うん、で中継ぎではなくて もちろんその先発として中日はやっぱ根尾投手に育ってもらいたいということももう分かりましたし、うんうん、はいはい、中継ぎよりもやっぱ先発の方が根尾投手っていうのは向いてるんですか？やっぱ計算できるからな、だいたい目安として6回7回を2点3点、うん、まあ、そこまで上げてもいいんだっていうさ、はい、まあ、そういう心の余裕というかさ、うん、まあ、そういうこともあるし、はい、ペース配分もしながら頭のいいことからさ、うん、まあ、できるのかなっていうような感じがするよね。あれ去年一軍でちょこっと投げた時は、まあ、後ろでしょ、はい、でね、だからまあ失点したくない、うん、1イニングだから抑えなきゃいけないっていう、まあ、そういうところでは投げてたけども、はい、だから今回先発で使うとやっぱり様相がガラッと変わって、少しあの抜くところもあるし、打ち取ろうとしているそういう意図が分かるところもあるしね、はい、だから全然ピッチングの幅っていうのは去年とは全然違うよね。そうですよね、うん、9月18日の広島戦で今シーズン初めて一軍に上がってきて、まあ、この時4失点でただあの、ね、味方が6点取ってた。そうなんです、だからあ、白星つくと思ってたんですけれども、いや完全に白星だよね、はい、もう動画の用意もしてた根尾初勝利みたいな、おめでとうみたいな、おめでとうみたいな、ところが笑うみたいな、すっとこどっこいなことになってしまって、で次9月30日の巨人戦、はい、これ6回102球投げて1失点という、はい、あのいい内容、ね、はい、まあ、あの三振の数はどちらも2つというところで、はい、ただそのフォアボールが巨人戦ではちょっと5個、うん、多かったんですけれども、まだ制球はな、うん、なかなかあれだけども、でも一つ一つの投げてるボールっていうのは、うん、まあ、ある程度通用するようなボールに変わってきてるよね。そうですよね、うん、その三振で打ち取るというか打たせて取るっていう風になんか変わってきたっていうことですね、うん、まあ、これがやっぱあるもう少し成長したら白星を重ねるようになってくると逆に三振が増えたりとか、うん、また変えれるピッチャーだろうね。そうです。でもキレがいいな、あ、キレピョンといくな、うんうん、さすがズドーンじゃなくてさ、なんかピョンといくそういうボール、キレのいいボールがやっぱこう特徴的かな。ですよね、やっぱ高校時代までやっぱピッチャーやってたっていうのは体にずっと残ってるものなんですか？いや、それは残ってるよ。でもあの性格的にもピッチャー向きなのかなっていうふうに思うよね。野手ではなくてやっぱスターなんだよ甲子園の、うん、でスターだし、やっぱ野球の中でスターって言ったらやっぱピッチャーなんで最初はね、うん、そういう気質を持ってる人かなっていうふうには思うよね、うん、野手ってやっぱみんなの中に隠れて打ったらスターになれるけど、はい、打たれてもやっぱマウンドに立ってる人ってやっぱスターなんだよ、うん、だから生粋なスターなのかもわからないね、うん、もちろん本人もそういう性格なのかもしれないですね。いや、そうそうそう、スターっていう、やっぱそれが好きっていう、まあそうだな、だから、うん、まあそういう感じはするな、立ち振る舞いとかプレートさばきとか、うん、まあ、そんな感じがするな、うん、だピッチャー向けなのかもしれないですね、うん、あとは本当にじっくり今シーズン本当に終盤になるまで一度もその一軍に上げずにファームでやってたっていう、まあね、ファームは浅尾コーチがいらっしゃいますけれども、もう良かったってことなんですかね。まあ、やっぱりね、腰を据えて、まあ、例えばそのやったことがないと思うんだよ、プロに入って、うん、
で野手になるのかピッチャーにするのかとか、じゃあ野手にしようって、で打ち方こうだって、なんかこうそういうことばっかりやっててさ、専門的にピッチャーだけっていう、ずっとのめり込んで、無我夢中でやったのが今年だけなんじゃないの。そうかもしれないですね。いや本当にピッチャーとしての技術だとか、はい、そういうものを習得するという意味ではそうだと思うよ。だからそれまではピッチャーをやりながらでも、なんかバッターとか、バッターやりながら少し投げとくかとか、そうです、ね、だからなんかこう全て中途半端に進んできたような感じがするけども、今年はもうピッチャーということだけで専念できたのが、この終盤に花を開いて、花を咲かせたというかね、はい、咲かせたって言っていいのかどうかわからないけども、なんかその芽が出てきたっていう感じです、ね、なんかそんな感じがするけどね、俺はね。そうですね、うん、あとやっぱり一時期ね、内野やってみた、あと外野手もやってみたりってありましたけれども、ピッチャーに戻ってから最初の方をその野手投げ、みたいな感じでピッチャーで投げてるような気がするっていうふうなことも言われてましたけど、最初はやっぱりそういう節ってあったんですか。野手してたからな急にピッチャーに、いやピッチャーだからみたいなでもピッチャー、野手投げもピッチャー投げも、ね、もう素質だから。そうなの、ね、根を持ってるよ両方とも。ああ素晴らしい素質。ただやっぱこう二刀流じゃなくて、やっぱピッチャー専念になる。まあ、そうなってくるとピッチャーとしての持ってる素質がだん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 じわ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 こう出てくると思う、体を占領していくと思う、でも中途半端だとなんか右は野手、左はピッチャーみたいな、まあそういうことだから、もう全部がこうピッチャーの素質に覆われてきているような、まあそんな感じがするけどね。そうですね。でセリーグだったらね、バッターボックス立つので、その時はね、バッティングまたみんななんか期待するというか、まあ期待っていうかまあ楽しみではあるけどな。ありますよね、相手ピッチャーもじゃあどういうふうに根尾投手とバッターボックス対戦するんだろうとか、まあ野手と対戦するような感覚で、まあやるだろうけどもね。そうですよね。ね、来シーズンに向けてなんですけれども、来シーズンはもうまあ、もちろんキャンプもありますけれども、もちろん構想の中では、先発という、ね、そうですよね。でただそう、競争に勝ち抜かなきゃいかんよ、まあ、中日はね、厳しい、いっぱいピッチャーいるから、そうなんですよ。そこに勝ち抜くだけのものは持ってないと、そんなネオだからって言って投げさせてくれないからね、やっぱ勝てるピッチャーを優先的に投げさせていくわけだからさ、勝負に勝ってほしいよな、競り合いにね。そうですよね、で今シーズンでいうと、まあ、中地投手も出てきましたし、ああそうだ、でもちろんね、中日というと柳投手、小笠原投手、高橋宏斗投手とか、梅津がいいんだよ。あ、梅津投手もそうだ。俺はね、梅津が投げると勝てると思う。そうですね、梅津投手も、打ってくれるとな、はい、っていう考えていると、やっぱ熾烈な先発争いっていうの、いや争いあるある、なりますからね、だからそこに入っていくっていうのは相当なポテンシャルがないと、中日のそのローテーションには入れないからさ、嬉しい誤算が出てきたよね。そうですね、余力が出てきたよ、だから谷間でもいいから、結果を残してローテーションに入っていくっていうやり方もあるし、まあ中日は楽しみになってきたと思うよ。そうですね、やっぱいろんなことがね、今年いろいろあって、いろいろあってって周りが騒いでるだけでさそうなんですけど、でも、まあ、なくはないけどね、でも来シーズンに向けてのファンにとってはすごく嬉しい最後の、ね、まあ、もちろん、なんかつぼみがね、そうですそうです、やっと出て来年花咲くかなっていう楽しみがね、そう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 、できましたよね。まあ根尾っていうのはそれらの素質があるからね、まあ両投っていう風に、もうピッチャーしかなかったらもうピッチャーにすがるしかないんだけど、だからまあこう遠回りはしたかもわからないけども、ピッチャーとしてね、なんか花が咲きそうだよな。そうですね、まあこれを来年の楽しみに、そうですよね、中日ファンをね、応援してほしいし、ね、来年はやっぱピッチャーを中心にどれだけ打つかによって順位は全然変わってくるから。そうですよね、だからもうやっと光が見えてきた中日のね。そうそう、で豊さんがね、初プロとしての白星おめでとうって言ったあれをジャンって幕閉じちゃいましたけど、来年こそ一回消したから、一回消した一回消したけれども、来年、はい、それがね、早めに見られるといいですね。まあそうだな、頑張ってね、はい、期待したいです、はい。